はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、とっちゃんです。今回で、後付け音声最後です。で、これはサバカでやっております。当たったんでね、サバカで当たったんで、今回初めてやるマックミラン CS5 ユニークやっていきたいと思います。前にやったことあるレイブンエディションとは少し性能が違って、まあ、ほんの少し連射力が 0.01 上がったりとか、射程がちょっとだけ落ち、0.09 くらい落ちちゃったりとか、でもその代わり攻撃力が上がったりとかかな。なんかそのぐらい本当にビビってある差なんですけど、意外とこれ使ってる人多かったんで、今回はこれ当たったっていうことで使っていきたいと思います。それではやっていきましょい。はい、というわけで、こちらのピラミッツでやっていきたいと思います。意外とね、マックミランね、弾数少ないんで、殲滅じゃね、あんまり向いてないのかなと思うんですよ。ただ、このクイックチェンジの速さ、当たってない。おー、うまい!やばい、うまいね、この人、うまいよね、今の、ノンスコ。見た今のノンスコ。あ、ちなみに、ノンスコ精度は FRF2 とかと別に変わらないんで、まあ、格段格別いいわけではない。特段といいわけではないので。これ惜しいんだよな。これめっちゃ惜しいんだよね。あ、PGM だ、PGM の基本スコープだ、当たってた気がする。まあ、別に、ノンスコ精度がめっちゃいいわけではないんで、まあ別に、特別だと思わないでください。でも対応して大丈夫です。普通にもともとめちゃくちゃいいんで。使っていけるとこはガンガン使っていきましょう。まあただ、クイックチェンジ早いからね。まあ、照準、覗く速度が遅いから、ありか、ありっちゃありだけど、照準速度が速い武器はあんま使う意味ないんだけども、クイックチェンジが速くて照準速度が遅い武器は結構ノンスコ対応する意味あるので、やってみたらいいと思います。まあ、だからつって信用しすぎるとね、痛い目見るのでね、やりすぎは良くないよってことですね。いいね、一撃率も超いいからね、やっぱこの武器ね。まあ、基本どの距離でも一撃で落とせるし、射程も長くて軽くもあるし、ボタン貫通も普通に70あるんで、ただ、弾数だよね。ここの段数管理しっかりしていかないと、やっぱ今の殲滅もそうだけど、あそこで打ち勝ってたとしても残り1、2発ぐらいになってたんで、やっぱ少ないよね。ここワンショット2キル。素晴らしい。火力の高さ見せつけていきます。わー、これ当ててると思ったらね、味方の方が早かったんですよ。判定がね。惜しいなと思って。やっぱちゃんと当たってんだよ。でも当たってももしかしたら反射判定だけどね、あれね。でも惜しいなと思います。当たることが大事。で、なんか倍率高いように見えるんだけど、多分シャープシューターだとは思うんだよね。でもなんかすごいね、高く見える。これはね、これがさっき言ったね、信用しすぎるのは良くないですね。惜しい。めちゃくちゃ惜しい。本当に少しずれてるだけだと思う。あ、これもね、ワンショット続けるかなと思ったら、ただただ貫通で当たっただけです、後ろに。あー、惜しいね。ほんと惜しいね。あ、コアとかで、照準速度めちゃくちゃ上げれば 97.4 とかに確かなるはずだから。あ、終わっちゃった。爆破行きましょう。はい。というわけで、こちらでやっていきたいと思います。まあ、コア、さっきの話の続きだけど、コアとかだったらあんまりね、別に照準速度を中心に上げていくんで、グレホの基本武器って、グレホの SR って照準速度がね、まあ、SR25 とか別だけど、基本照準速度上げるんで、あんまり、まあ、ノンスコ、ノン系はね、薄いんですけども。まあ、できないよりはできる方がいいからね。悪いよりはいい方がいい。というわけで、日中か、二中か崩壊して、残り2分で当たった！素晴らしい！こういうところ大事よね。で、泣かなかったから、まあ、他行こうかなって感じで、動いておりまする。なんか俺これね、活躍したような記憶があんまないんだよな。なんか意外としょぼい死に方をしたような気もしなくもない。いや、ほんと早い。この持ち替え。すげえ早い。でもやっぱシャープシューターだな、倍率な。多分一緒だな、FR と。こんな感じになるね。2段階全部よく使うんですけども。あー、やれそう。味方がやれそう。これ来てくんないとダメですからね。いいね。ダメージ見ると、これびっくりしたの。158.8 とか入ってんの。もう何なんだろうなと思って、一応プラ 上の振り幅がすごいのよ、この武器。FR って下も上も17ぐらい振り幅あるんだけど、この武器に関しては下幅が 4. 点ちょっとの上 4だか3だよね、確か。で、上が17ぐらい振り幅あるんですよ。なので上振れすごい武器なんで、あのぐらい軽く出るんですよね。もしかしたらクリティカルとかあんのかもしれないけど、一応 FR はクリティカル入れれば160ぐらい、確か170ぐらいまで出るんだっけ。半端じゃないぐらい出るよね。あーっつって死ぬっていうね。で、次のラウンド。
だから、この物件本当に火力高いんで、足ダメもね、まあ本当にいい時いいよね。すごいいいね。あ、惜しいね。あ、惜しいね。あ、惜しいね。こういう時はもう隙間置きですよ。つって、これだった気がします。おー、ふざけんなよつって。って言った通りのところに敵が入ってくるっていうね。あとは味方がね、見てくれてるんで。まあ、ない、しなくていい犠牲してたけど、今。俺が先に早く倒してればね。個人的にはやっぱり、あ、まあ、この CS5 のユニークもかっこいいな。なんか銃の先燃えてるよね。これ今後ろ撃たれたんだよ。そう、これで、なんか後ろ撃たれたけど、みたいな話して死んだの。もったいなかったね。で、壁抜きで 61.5 なんですよ、これ。あ、壁抜きじゃないか、これ。壁抜きかな。壁抜きじゃないな、多分人間貫通かな。で、まあ、ちょっとか、なんか抜いた後の火力が61も出るんだったらすごいよねって。やっぱ火力高いんだなって。たまに PGM だとね、130ちょいとか、あ、130じゃねえや。30ちょいしか入んない時とかあるのね。だからやっぱすごいなと思う。さあ、言ってるそばから FRF2 コアですよ。恐ろしいやー。さあ、この状態になるとかなりきついんですよね。1も2もなんかちょっと微妙なとこなんで、これセンター使われたりするともうお手上げ。お手上げロゲロってなる。さあ、ここでまず1人を倒す。これでもう1人いければと思ったけど、外すっていうね。あとは、中にいる敵をどうじっくり料理するか。ね、こっち4人もいますから。もう見えませんけど。そしたらね、味方が結構ね、階段の方行ってくれたんで、あと合わせていければかなーって。これ当たったよね、絶対ね。判定出てると思うんだけど、なんか死ななくて。なんでーっつって。で、結局こんな感じですよ。おい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 、つって。これね、あれね、やっぱそうだよね、当たってんだよ、あれね。壁抜きになって。やっぱでも壁抜きして60出るんですごいですね。今の武器だったバトルライフルだったら、まあ腕ダメ、まあもうワンチャン胴体一発ぶち込んでれば落とせるかもしんないからね。ボダも削れるんで。まあそういう可能性を秘めてますよ、俺やっぱり。高いよ、威力。なんか足ダメ打った気がすんだよな、どっかで。そしたら70ぐらい入ってた気がすんの。え、そんなに入んのつって。さあ、待ってるけど、待て。俺さ、これ動画でね、いや、いつも言いたかったん、これ。動画でさ、ここ置くとき、絶対来ねえの、敵ね。絶対、つって言うほど来ないの、これ。8人もいて、相手。8人もいないのに来ないんだよ。なんでって言いたくなるよね。これね、納得いかないんですよ、俺。で、外周からやられるっていう。あ、そこにいるのーって言ってた。このね、負けじとね、もう一回やるはずなんだよね。たまにはね、センター落としてやろうと思って見てるのに、全然来ねえのよ。おにぎりがすごい出方してんの、これね。なかなか見ない出方ね。お、これね、今1連通の人めっちゃうまかったの、これ。あれ、俺ね、多分ケルテックワンパンで沈めてんだよね。さすがだなと思ったよね。1クラから2クラケルテックワンパンで頭沈めんだぜ、SR。半端じゃねえぜ、やられた方は。切れるぜ。ねえ。ほんと強い武器だなと思いましたよ。ここからね、味方頼りで進んでいくって。これ足、あ、これだ、足ダメ多分。これだね。さっき言ってたやつ、これ。足ダメ入ったやつ。で、来ないかなと思って待ってたんだけども、来ないんで、もう設置すると。あとはおにぎりの裏取りね。おにぎり37ね。もう裏取りってっから。でも、これ多分俺やらなかった気がすんな。味方が倒した気がする。あ、俺倒したかなこれ。あ、俺だね。あ、多分433はやばいね。そう、これ足ダメで81削り。これやばいよね。ちょっと異常だよね。マジ何の武器でもいいからさ、ワンパン1回でいいからなんかダメージ与えてくれてたら足ダメ落とせるってやばい。とんでもねえ。上振れ多分引いてんだろうけど、いや、やばいから、さすがに。足ダメで81くるって。見たことないよ。この、他にあんの FIF2 がなんか、まあ、落とせる、できるかなってぐらいだよね、確か。これ惜しいんだよなこれ惜しいんだよな。これスポッピングミスってんのよ。これもね、ちょっと脇下当ててんのよ。惜しいんだよ。
これも惜しいんだよ。これも惜しいんだよ。わーっとようやく当たるっつうね。何しこれも惜しい。ああ、もう撃ってないもんね。そもそもね。これ味方に助け合えるっていうね。ありがとうっつって。はい、最終ラウンドでございます。前のラウンドもね、足ダメやっぱ入れてて、やっぱ81削ってるんですよ。80か。削ってるんですよ。てかほんとこれさ、やってんのに来ないんだよね。おにぎりやばい、それおにぎりやばい、それおにぎりやばい、その飛び出しは。ちょび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 出てるおにぎり、それは。やばいやばい、ダメだよ、そんなことやっちゃ。ちなみにこのゲームは壁に近いって不利だからね。なるべく壁から離れないといけないからね。最終ラウンドもね、これ味方がね、すごい勢いよく行ってくれて、めちゃくちゃキルしてくれてるんですよ。アサルト強かったなぁ、今回の味方。やっぱアサルト強いチームってね、めちゃくちゃ強いんですよ。ほな、見てやることないでしょ。もう相手二人だからね。で、俺確かね、設置無視してやりに行った気がします。いや、俺がやりたいっつって。そしたら終わったっていうね。何これっつって。はい、というわけでね、MC ミランの、マックミランの CS5 ユニーク使ったんですけれども、非常に強いです。やっぱり強いんだけども、弾数がもったいないね。6じゃなくて、これ7だったり8だったら、もう十分強かったですね。やっぱ7発以上欲しいなと思います。で、ね、2発の量って全然違う。で、軽いやっぱり、ね、あ、17じゃないか。ごめん、嘘ついたね。上振れ、あ、下振れも結構あったね。ごめん、めっちゃ嘘ついてたわ。9.5 もあったわ、下振れ。で、上振れが10以上あんだ。10.5 か。だからまあ、上振れめっちゃ引くとあんだけダメージ入るっていう。まあでもこの上振れでなんでこんなダメージ出るんだろうなと思うんだよね。そう、PGM でも上振れも140超えるよねって話してて。で、さっきのマックミランだって143ぐらいなんですよ、上振れが。したって。なんであんなダメージ出るんだよね ?144 か。まあ、その差でなんであんな足ダメ入るんだろうって、ちょっと不思議でならなかったんだよな。ほら、ボダンハーツも70でしょ。何の差なんだろうね、これはね。もっともしかしたら、まあ、数値上もっと出てんのかもしんないね。ああ、まあそういうのもあって、やっぱスマックミランすげえなと思いました。足ダメで8割持っていける武器なんてあんまりないんで、基本7割とか、そんなもんかなって。安定して持っていってたからな。まあね、初段精度とかね、しゃがみ精度、これ初段しゃがみ精度 MG のね、これ他の武器だと確かね、どうやっけ、なんかの武器がね、100じゃないんですよ。ほら、これ、ね、スチールエッジとか、97.8 とかね、あんま100じゃない武器多かったりするんですけど、まあこういうところいろいろあるのかなと思いますね。この武器の特殊な部分かなと。まあすごいいい武器なんで、ぜひぜひボックス来たら皆さん回してください。というわけで今回はここまでです。お疲れ様です。